ととはメスの馬の馬ことであるオスの馬のことは、ボバという。繁殖品は他の多くの哺乳動物と同様、繁殖においては出産と子供の生育を担う。稀に双子がある場合を除き、一度に出産する数は一等で、ある。北半球では2から7月、南半球では8から1月に繁殖期を迎え、この時期は、 平均23日周期で発情と排卵を繰り返す。牝馬の正周期にはおおむね以下の3つの段階がある。無発情期、調整期においては、牝馬は身辺にウ馬を一切近づけないが、繁殖適期に入ると、積極的にウ馬に接近する。後輩の合図として、ロバの正衝動を刺激するフェロモンを含んだ尿を、盛んに排出するほか、 尻尾を上げて外陰部を開閉させるウィンキングと呼ばれる行動を起こす。これらのアピールを経て後輩に至ると1週間程度で受精する。受胎期間は327から357日程度と哺乳類の中では比較的長期に及ぶ。父を飲む子馬出産は90%以上が夜間に行われ野生状態にある場合には群を離れ可能であれば 水場の付近に移動する。これは捕食動物の襲撃を避けるための行動と考えられている。出産後、母馬は羊水で濡れた子馬を舐めて拭くが、これは匂いを覚えるための行動でもあり、この時に人間が子馬をタオルなどで拭くと、後々母馬が子を拒絶する例がある。子馬は30分から1時間ほどで立ち上がり、これに授乳した後に元の群れに合流する。 以降の1年間程度を授乳期間とし、この間は常に子馬を貢献する。競争場など人間の管理下にある場合、生後6ヶ月程度で人為的に離乳が行われる。出産後9日程度で再び発情が見られるようになり、後輩が可能となる。英語では1歳未満の馬をホール、1歳馬をイヤリング、2歳牝馬をジュベナイルフィリー。 3から4歳頻馬をフィリー、5歳以上頻馬をメアと区別して呼び、一般に繁殖適齢は3歳以降とされる。稀に出生年から発情の兆候を見せる個体もあるが、この場合、ロバの成功度を促す効果が薄いため、後輩までには至らない。54戦無敗の競争頻馬キンチェム。繁殖頻馬とは体型が大きく異なる頻馬は、 競馬や馬術といった競技にも競され、ボバと一緒に競争、競技を行う例は日常的に見られる。生殖期の違い以外に外見から判断できるお馬との際はほとんど見られないが、体高、体重、脅威、管囲いの平均値においては、いずれもボバをやや下回る。平均値は、生後1200日例のサラブレッドで、 ボバ対抗1 6 1トル体重4 6 8ラム脅威1 8 0トル管か濃い2 0トル競馬の世界では、オスメスの精査による能力を補正するため、日本度から5ポンド程度の負担重量軽減がある。また、多くの国で、品馬限定競争に継続的に出走可能な競馬番組が組まれるなど、 競争体系上もある程度の保護が行われている。しかし、古くからチャンピオン決定戦において頻馬が馬を破って優勝する例も数々存在する。競争オーバーを引退した頻馬は、多くが故郷の牧場に戻るか、あるいは他の牧場に購買され、繁殖頻馬となる。競争に競されていた諸女馬の場合、 濃厚飼料の継続的な休時と強いストレスのかかる環境下に置かれていたため、非常に神経質かつ粗暴である例が見られ、青春期の調整期とは別に1から3ヶ月程度の準備期間が置かれる。日本語では競争成績や繁殖成績に優れた品馬を特に名品と称する。伝統的に馬と密接な関わりを保ってきた中央、アジア、特にモンゴルでは、 ヒン馬の乳を絞り、アイラグという発酵飲料が作られてきた。日本の乳酸飲料として知られるカルピスは、このアイラグをヒントに開発されたものである。また、高年期障害や、不妊治療などに使われるホルモン薬、プレマリンは、妊娠中のヒン馬の尿から採取される。プレマリンは、プレグナントマーレースウリネの合成語である、JH フュースリー作、 ザ・ナイトメア英語で悪夢を意味するナイトメアは直訳すると夜の貧馬であり貧馬に由来する言葉とも信じられている。しかしこの場合のマーレはムマを意味する言葉の一つであり貧馬と直接の関わりはない。両者が混同されるきっかけとなったのはスイス人画家ヨハン・ハイン・リヒ・ヒュー・スリーが1781年に発表したザ・ナイトメアであると考えられている。 ベッド上でムマにのしかかられうなされる女性を、馬がカーテン越しに覗き込むという構図で描かれた絵は、発表後次々と複製され、ナイトメアイコール夜の貧馬という認識が定着する原因になったと言われる。ありがとうございます。